これでも高耳姫の巫女の巫女だもん。でも弓道の経験ないし、一朝一夕でできるものじゃないよね。じゃあ今一回やってみるか。え？境内でさ、私が的を持っててやるから矢を撃ってみるといい。え、いいの？的どころかエルダの眉間に当てちゃったりするかも。それは勘弁してほしいけど、まあ逆に難しいだろうきっと。ヘッドショット狙った狙ったの。違うって、的狙ったらそっちに行っちゃったの。そうか。やっぱりお弓神事はじいちゃんに任せた方がいいね。やっぱり私がいて人なんて無理だよ。いや、切符のいい外し方で好感が持てるぞ。すごく震えてるけど。まあ、弓耳祭りまであと3日あるし。見てたでしょ？ 3 回ともかすりもしなかったじゃん。うん。どう繕っても小糸は下手だな。そうだ！エルダも弓が上手いんだよね。見本、見せてもらっていい？じゃあ久しぶりにやってみるか。うわあ、すごいよエルダ、ど真ん中。なんかコツみたいなのってあるの？コツか、そうだな、耳を澄まして風の声みたいなのをよく聞くんだよ。え？いいところで風が今ですぞ的なことを言うから、その時にパッて、あとは勝手にピュッていくから。なんかそれエルフ特有のコツじゃないかな。もう少し練習してみる。そっか、こっちにいれば飛んでこないだろう。ごめんねエルダ、なんかどうしてもエルダの方に飛んでっちゃう。どうまい、これは本当にヘッドショットされるんじゃ。